はい、よろしくです。チェイガードです。ジョンです。ソータローです。今日の企画は恋の主導権を握る方法20! なかなか面白いテーマですね。これはマジで大事よ。ね、いや、本当に大事ですよ。ほんまに下に行き過ぎやから。そうやな。男なんてしょうもないんやから。なんであんなしょうもないクソみたいな男の下に行ってるのか分からん。だからセフレとかってまさにそういうことやもん。そう。尻に敷いてなんぼよ、そういうとこは。だからむしろ自分が優位に立って男をちょっと操るぐらいの、そう、主導権の握り方をね、ちょっと考えて出していきたいと思います。ステドロンハッピー。はい、それではやっていきましょう。はい、はい、どうぞ。ちょっとベタなんかいきますけど、はい、叱れる時は叱ろうっていう。あー、なるほどなるほど。男はほんまにどんどん付き上がっていくと思うんですよ。甘やかしちゃうとどんどん甘えていくから、それはちゃうやろっていうのがあったら溜め込まずにもう言った方がよくて、で、別に言う時もなんかもうすっごい重大なことがあるとか、なんか言ったらどうかなとかじゃなくて、もうあっけらかんと、いや、お前なんでやねんみたいな、わー、そういうことなんですよ。スパーっていうのがいいと思っていて、これはほんまに大事。男はこう、ジャブでさ、怒られたいのにさ、女の子ってうりゃーって殴るから、ためてためて、そう、これが、喧嘩顔をこじれる原因だと思うんですよ。ジャブやったら男全部、あ、すまんすまんすまん、そうやねん、そうやねん、すぐは直せないから、ジャブを何度か打つことで、あ、すまん、あ、そろそろさすがに気づいた、そういうことかってなる。確かにね。いや、そうよ、週一のライトなすまんで済むやつが一番多分いいのよ。確かに、スーパーため込みストレートを打たれると男もちょっと否定されたというか、躍起になる部分もあるから。いや、わかる、そうだよね、確かにそりゃそうだよ。これはね、恐れずにどんどん言ってほしいね。そうね。はい、はい、ジョン。論理的思考力。何かっていうと、男って多分めっちゃ言い訳すると思ってると思うんですよ、女の人って。なんか突っ込んだら、これやめてよって、え、けど俺こうこうこう考えててこうなんやけど、え、けどそれあんまり意味なくないみたいな、いうやつっていると思うんですけど、それってなんで男納得してないかっていうと、論理がないからなんですよ。はいはいはい。こうこうこういう理由で、こういう意味があるからこういう風にしてほしいっていうところを、正直説明さえしきれたら、男って論理には抗わないと思ってるんですよね。あ、確かに一理あるな、今はちょっと感情的に飲み込めないけど、一理あるなとなった時に、そこで変われない男はゴミよ。なるほどなるほど。だから本当に身につけたらいいの、俺論理的思考力。こうこうこうだからこうって言ってたらすごいね、だいぶハード高いけどね。まあこれはそう、これは身につけるのに時間もかかるから難しいものであるんですけど、これさえあれば俺まず喧嘩が起きないと思ってる男と、ぐらいめちゃくちゃ大事なスキル。まあいいよな。何が強いって論理で来られて、男側がちょっと時間かかっても腹落ちした時に信頼につながるじゃないですか。仕事とかもそうやけど、ただ怒られた、なんか怒られたなじゃなくて、あ、そういうことでそう言ってたんやってなったら、あ、なるほどねってなって、もうこの人とはそういう対話ができるとか、ちゃんとしてんなとかなっていくから、これはほんま大事。そうやな。そうなると今度ちょっと論理弱いの言われても、多分裏には理由があるんやろうなと思って。いや、そう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 、納得しやすいよな、男の人。俺が親父沼にハマっていく理由と一緒。親父沼。俺の親父との喧嘩が大体それなんですけど、へー、なんか実家帰ったらなんか言われてむっちゃ腹立つんですよ、親父に言われたら。何やねんみたいな、なんでそんな言われなあかんねんって帰りの新幹線で、あー、そういうことか。でもあるな、そういうの。で、後で電話して、上親父なんかごめんな、いい息子やなっていう感じ。正直やそこちゃんと謝れんけど、いい息子。だけどやっぱそういう人はどんどん信頼やし、論理的に言われてるから腹落ちするし、そうやな、この人の言うことはちゃんと信じようとか狙っていくから、めちゃめちゃ大事っていう。はい、はい、じゃん。まあこれも鉄板じゃないですか、尽くさないっていう。よく言うよね。女の人はやっぱ基本的に尽くす尽くすの自己犠牲をしてまで尽くすことで、相手にとってよく思われたいとは思うのかもしれないですけど、それはもう逆効果でしかないので、そうだな、俺は何もしなくても気持ちよくさせてくれるこの子はって思わせていくと、もう完全に上位関係できますので。そうやねんな、完全にもう下になっちゃうもんな。そう、せめて一緒に何かするとかにしないと対等じゃなくなっちゃうんですよね、掃除とか片付けとかなんでも。
尽くすのラインがむずいじゃないですか。難しい、そこは難しい。その時にあの男が一人で生活してた時に、うん、やれてたことを、うん、奪っていくのが俺多分あかん尽くしのラインやと思って、まあまあまあなんかもう行き過ぎやけど靴下とか、うん、洗濯とかって別に自分で全部、うん、男できるからね、やってた言葉で、うん、女の子がやっちゃうと、うん、もう多分変になっていく。なるほど、ね、なるほど、確かにそれは分かるな。でこれが一応なんだろうな、自分が気持ちよくてやってたらいいと思う。ただ自分は本当は心の底からやりたいわけじゃないんだけど、誰のためにとか、そう、見返りを求めてって始まると、あのこじれると思うんですよね。そうだね、うん、はい、はい、まあ結局はもう飴とムチの接し方だったので、うんうん、そうね、そう、尽くすってのはもう飴しかあげてない話だけど、時々こうムチとかを入れていくことで、男ももっと飴欲しい、もっと飴欲しいっていう風になっていくとは思うんですよね。パチンコと一緒で、そういうことやね。例え悪いな。次渡る、次渡るっていう。なるほどね。追いかけていきたいから、飴欲しい、飴欲しいっていうね。男なんかほぼ飴もらってへんねんから。いや、そうやで、ね、それぐらいでもいいっていう話、ね、あれ異常よ。確かに。あんだけ並んで、みんなしばかれてんのに。男ってさ、褒められること少なくないですか、人生で。仕事でもよっぽどな成果出さないと褒められないし、日々なんか頑張るのは当たり前みたいな、ね、家を背負うぜみたいな話し合いに耐えながら、ただ頑張ってたけど誰も褒めてくんないからさ、ちょっとなんかしただけで褒めるっていうのは聞くかもね。いやそうやと思う、なんか飴とムチのムチが大事より飴の方が大事やな。うん、そう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 、ちっちゃい飴をちゃんと、そうやな、ちょっとずつね、平等にしていくためには飴をあげて、あ、これやったら喜ばれるんだを刷り込ませて、刷り込ませて、男って分からんもんね、何したら女の子の方が実際確かに、はい、飴もらうことでこれは喜ぶ行為なんだっていう理解がちょっとずつ深まってって、あ、じゃあこれもしたら喜ぶんじゃねえに、ようやく気づくぐらいバカなんだよね、男ってのは。どっちも分からへんから、そう、何したら喜ぶかも、何したら怒られるかもあんま分からへん人によるから、だから嫌な時はペシッと言ってほしいし、喜ぶ時は飴を欲しいし、そこがやっぱスマートな人じゃないと分からないんでね、男は。いいですか、はい、あの会った時は最高っていうことなんですけど、あのこれ僕一回やっぱハマったことがあって、普段 LINE とかめっちゃそっけないんですよ。けどあのそういう時には一切こう飴をね入れないんですけど、会った時がめちゃめちゃ最高だと。どでかい飴くれるんですよね。面白いし可愛いし、なんかこう自分の本当理想だなみたいな子でいてくれた時に、やっぱそれを求めてやっぱ週1回週2回すごい楽しみになるから、どん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 その、いや、そうですよね、もっと喜ばせようと、追いかけていこうと、そう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 、彼女を隣に入れるようにしようってね、そうそうそう、だから、ね、本当にマジで飴とムチのバランスだと思うけど、確かに会った時にすごいいい感情を覚えさせてくれる子っていうのは、結構忘れられなくなるよね。そのために頑張ったりもしますもんね。する会う日までに自分は充実させるぞみたいなのも相まって、どんどん女が特別になっていくっていう。そう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 、本当にそう。これは大事ですね。大事ですね。はい、はい、もうさっきまで言ってるんですけど、はい、要ははっきり主張しようっていう、はいはいはい、もうスパッと思ったことはちゃんとバンって伝えていきましょうっていう、そんなおしとやかさなんてこの領域にはいらねえぞっていう、女の子のわがまま叶えるのが男やからな、ほんま。三十みたいなこと言うな。そうじゃない、男の人とどうしても付き合いたいっていう欲が悲しみを生むと思ってる。そうやな。女の子もひたすらわがままでやりたいはずなのよ、ほんま。男頑張るから。そうやな。まともなやつな。頑張るから。打ち込んでんな。日々の自分に打ち込んでんな。いいっすか。はい。俺ね、これ言った方がいいと思うんやけど、あの、天才だよねっていう言葉を、これどういうことかっていうと、あの、人、男の人って、なんだろう、天才だよねってあんま言われないと思うんですよ。言われない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 、めちゃくちゃかっこいいよねとか、確かになんか、こういうとんでもない最上級の褒め言葉を、トンってどっかのタイミングで一回言われたら、その飴玉って結構長く続くのよ。ずっと口の中入って回ってるの。なんかどの飴より溶けないですよね。溶けないの。こういう最終期の飴玉。だから一回どこかでこれ挟んでおくと、
でもあの時こいつ俺のこと天才だねって言ってくれたよなみたいなのがずっと頭の片隅に残ってるから世界一とかね、うん、だからなんかあの自分がこう落ち込んだ時とかそのあでも俺の彼女でこれ言ってくれたからなーって出てくれた時になんかここの支えになってくれてるのって俺の彼女やんってなるぐらい気づいちゃったすごい言葉だよな確かに確かに、まあ、確かに確かに最終期の褒め方そんな毎回言わんでいいと思うけどどっかでポンポンポン放り込んでおくとその飴玉結構長く続くぞっていうのを覚えておくとめちゃくちゃいいぞいやいいっすねいやいいなこういうのあると音がどんどん犬化していくんでそうなんやそうなんやへへへへなるな褒められた褒められたいもう一度天才くれってなるからそうそうそうそれでその飴を追いかけ出すよなそう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 下にグググってあと男社会って本人褒めないこと多くないですかそのアイディアいいねわかるあ、いい結果出てんじゃん多分本人を過剰に褒める文化ないんですよ男社会って確かに確かによく気づいたね天才じゃん残るよ残るよ画面の犬完璧の犬になっていくのお前下る群毛はそこじゃない天才だよな本当にキモいキモい気持ち悪いそんな感想でやめたらでも確かにでもいいなこれだから必要以上に本人を褒めてあげるって男の子に大事やと思う褒め上手愛されるからねはいあの頼るってのもそうじゃないですか出ました男のことをめっちゃ頼りにしてくる感を出したら結局その彼氏ももっと頼られる男になろうなろうとする頑張るんでそれで結局主導権握られてるっていうことですよねこれうまい確かにそう見えたらそうなんや本当は自分できるかもしれないけどそれを頼ってみようみたいなうまく出せる子ってうまいよね。そうなんです。これがうまいんですよね。男動かした方がいいっすよ。うわ、お、そう、わかるわ、それ思い出したわ。あったわ。頼るのうまい子に結構続行なったことあったわ。いや、やっぱそうっすよね。めっちゃ女性を感じるというか。俺がいねえと、こいつ危なっかしいな。うん、あるんだ。なるなる。とか言ってやっぱ甘え上手だいろんなやつに甘えてるからいやそうなんですよパッていなくなるんやけどねこういうやつって別に俺じゃなくてもいけるんだでもいけるのよこいつはうまいからね頼るのうまい子すごいなこれ反対がめちゃくちゃ効果悪いと思っててはいはい男性側が頼られなくなった期待されてないって思った瞬間男って1ミリも頑張れたんですよなるほどねどうせ言っても仕方ないでしょどうせあなたは変わらないでしょっていうマインドで来られたらじゃあいいよ別に変われるけど変わらないよだって別に変わると思ってないんでしょって男で拗ねちゃうからどんだけダメなやつでも期待は持っといてあげた方がいいいやそうやねんな育てるっていう今後何回も失敗するけど頼られてる限り男は頑張ろうとするはずだよねそうだねはいはい話術なんですけど丸々してではなくて俺丸々しようかなって言わせるっていう多分ビジネスとかでも基本そうじゃないですかああなるほどなるほどなんか相手にねこうしたいなって自分が思った時に相手にこうしてよってオーダーするんじゃなくて相手をこういろいろ話をして進めていく上で気づかせていってじゃあ俺それしよっかなみたいなめっちゃいいじゃないですかがビジネスが一番うまくいく基本じゃないですかこれは絶対持ち込めるからなるほどねそのゴミ出させたいなとかちょいちょっときっちりさせたいなっていう時もじゃあゴミ出してよよりはまあちょっとゴミ出しは俺しよっかみたいな最高じゃんっていうふうに持っていくのが一番やっぱいいよなっていやそうやなそこまでこう言わせるためにさこうワイルスで持ってくってさライアーゲームよな。ライアーゲームですよ。めちゃくちゃ頭消えてるよね、その子。そうそう。でも、そういう子が本当にこう回してる。うまいね。うん、相手のひらの上で、男を転がしてる女子って、そういうことやってる子のことよね。これができたら、マジ強い。社長になれます。これできたら。頭回せるから。そう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 。自分で言ってやってから、生地やってる時も楽しいじゃん。そうなんよ。俺ゴミ捨てに行ってるいい男そうそうみたいな自分も乗れるそうなんやそうなんや自分で言っちゃってるめちゃくちゃできたらすごいむしろ言わせてあげてるって感じじゃないそう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 女の子ねそうそうそういやそれすごいわめちゃくちゃあげてるわゴミ出しぐらいはもう自分でせよって本来ね本来はそう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 
はい、結局自分の人生を生きるっていうことで、ですよね、多分ね。だから、子供たち答えちゃったな。これがだから全部の答えなんだから。ちょっと出ちゃいましたけど、やっぱその尽くすとかって結局その尽くすことで相手がこう好かれたいとか、よく思ってほしいみたいなのって結局相手の人生生きてることになると、他人軸って出てね、よく言われる。そうじゃなくても自分は自分の人生を優先するっていう気概でいることがもう結局一番ね。そうなんだよな。これです。付き合う前の一人で生きてたその子に恋してるわけだからね、俺なんて。そう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 。付き合った途端、俺のため俺のためやりすぎると、好きになった時のことはちょっと違うわけだからね。確かにね。自分らしく輝いてくれよ。死ぬか。ここで死ぬ。はい、ということで恋の主導権を握る方法をいろいろ言ってきましたが、はいはいはい。今までね、こう散々言ってきたことに結構通ずるとは思うんですけど、やっぱり結局ね、今日出したようなことなんじゃないかなと思いますけどね。実際、やることが大事ですからね。動画見るだけで何も変わらないので。はい、ということでこれ見てね、ぜひ実践してもらえたらと思います。ということで、ありがとうございました。ありがとうございました。